大日本航空阿蘇号不時期事故とは1940年に発生した日本の民間航空機がエンジントラブルにより尖閣諸島の魚釣島に不時着した航空事故である。1940年2月5日、大日本航空の DC-2 型旅客機阿蘇号は福岡から沖縄県の那覇を経由し台湾の台北に向かう下り便として 福岡を午前10時59分に出発した。那覇には午後2時50分に到着し、午後3時過ぎに台北に向け離陸した。阿蘇号には乗員4人、航空士、機関士、通信士と乗客9人が搭乗しており、貨物として郵便物 260kg が搭載されていた。台湾に向け、東、シナ海上空を飛行していたが、55分飛行すれば、 尖閣諸島の魚鶴島上空に達する地点で突如右エンジンがトラブルを起こした。残された片方のエンジンで何としても台北にたどり着くために乗員は機体重量を軽くしようと荷物の一部を機体から落としたが高度が徐々に下がり始めてしまった。その上冬のため台湾にたどり着いたとしても日没後に危険な不時着を決行しなければならなくなるため、 操縦士は、資金の無人島である、魚釣島への不時着を決意した。通信士は午後4時55分に、台北無電局に、魚釣島に不時着すると伝えた。魚鶴島上空に達した阿蘇号は不時着する。地点を探すために島を一周していたが、高度が100メートルに下がったため島の北海岸の岩と、岩の間に午後5時5分に不時着した。 富士木の連絡を受けた大日本航空は台北から同僚機の筑波号を午後6時41分に出発させ捜索に向かわせた。魚鶴島上空に午後7時55分に到着した筑波号は海岸で焚き火と海中電灯による合図を確認した。搭乗していた13人全員は無事だった。富士木の衝撃で阿蘇号の胴体はまった。 二つに折れたい破した上左翼が波にさらわれて亡くなっていたが、乗員乗客に怪我はなく、十三人はヤシの葉を集めて焚き火押しの地図などで波にさらわれないように結びつけていた。翌朝七時五十五分に筑波号が飛来し、生存者に食料や毛布を投下した。また救助のために、魚釣り島に多くの船舶が向かっていたが、そのうちの経営分丸が、 アソ号の機体を発見し救助した。乗客は2月8日午前1時に台湾、キールンに到着した。なお、機体は現場にて引き上げられることなく放棄された。DC- にはアメリカ合衆国のダグラス社が開発した旅客機であるが、事故機は日本でライセンス生産された機体である。ありがとうございます。